アミュプラザーは九州旅客鉄道が九州各都市の主要駅で展開する駅ビル型商業施設ファッションビル。同系列の複合商業施設には駅町一丁目などがあるがアミュプラザーは主要都市のファッションビル形式の駅ビル再開発事業に充てられる。1998年3月14日に1号店が小倉駅ビル内に開業。 その後、2000年のアミュプラザ長崎を皮切りに、九州内主要都市の駅ビル再開発事業で開業した大規模複合商業施設の名称として用いられ、2021年現在で7施設が営業している。いずれの施設も入居する駅ビルを管理する JR 九州グループの駅ビル管理会社が運営している。2019年4月1日、 アミュプラザを運営する5社を含めた駅ビル事業を統括する中間持ち株会社として JR 九州駅ビルホールディングスが設立すべての駅ビル管理会社は同社の子会社となる2020年2月4日にアミュプラザ宮崎アミュプラザ熊本の運営会社2社を新規設立したなお1号店の大蔵は 施設の開業後もアミュープラザという名称であったが、2009年に正式名称をアミュープラザ小倉に変更している。アミュープラザという名称は、楽しませるという意味の英語のアミューズとプラザから名付けられた。アミュという略称で呼ばれることも多い。アミュープラザのシンボルマークは、グラフィックデザイナーの原田進が制作を担当。アミュの3文字を図案化して、 ヤジロベを表したものである。なお、博多以降に開業した施設においては、このシンボルマークは使用されていない。また、2010年代半ばより、広告や、館内掲示物、商品券等において、アミューレ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 ーのロゴマークを用いるようになった。アミュプラザ博多が2014年3月の開業3周年の、 広告展開から用いるようになったもので、2020年春頃より、すべてのアミュプラザにおいて、このロゴマークが使用されている。ありがとうございます。